えっと、大極言語モデルの数学構造の第2部です。で、今回は、エンリッチとカテゴリーによる言語モデルというテーマでお話しようというふうに思います。で、まあ、これはこういう感じで、最初に少し第1部の振り返り、これは、ね、あの、ちょっと短いですけど一応、あの、第1部、あの、去年の12月だったと思いますけども、そこでどういう話をしたか簡単に振り返ろうと思います。 だかパート2では、あの、この、今回はその意味のモデルってやつを使うんですけれども、その中で、あの、言語の論理的なものを表現できるっていう話をします。で、実はこの第一部、パート1、パート2ってのが、あの、今回のテーマでエンリッチのカテゴリー以前の話ですね。 で、今回は主要にはそのエンリッキとカテゴリー、エンリッキとかされたカテゴリーってやつが、あのー、大きなテーマなんですけど、それはパート3から始まります。で、パート3はその、あのー、概略っていうかそのイメージをつかんでもらうこと、入門編をして、パート4で、あの、そのエンリッキとカテゴリー論というのを言語理論に応用するって話をしていきたい。というふうに、そういう順番で、 話をしていきたいというふうに思っています。で、第一も振り返りに入りたいというふうに思います。で、まあ、あの、言語のカテゴリーというのを、あの、言語を構成する意味を持つ文字列。これは実は、あの、あの、単に語とか文だけじゃないんですね。語の集まった文を作ってないけどフレーズ。あるいは文がたくさん集まった文の連続。 そういうものをすべて表現としては捉えます。で、そうすると、2位の表現 st について、表現 s の文字列が表現 t の部分文字列であるとき、s 小なり t というふうに順序を定義します。で、このとき、この性質は s は s より小さい。まあ、これは同じ、こう、同じフレーズ、同じ文だったら、同じ文は同じ文の部分文字列であるわけですから、この式が成り立ちます。それから、 S, S が T より小さくて、かつ T が U より小さかったら S は U より小さくなる。これはー理率というふうに言います。で、こういう性質を満たす順序をプリオーダーというふうに言います。で、この時に言語の表現オブジェクトとして、表現間の順序 S 小なり T を S から T っていう者、モルヒズムを定義すると考えると、言語はプリオーダーカテゴリーとして捉えることができる。わかります。 で、社のあの対応を見ていけばいいんですけれども、こういう感じ。これはあの順序で考えてるんですね。で、右ノーズで S 小なり U ってやつを見て押すんく。これは上の方の範囲ですね。で、一方下の方は T 小なり V ってのは、あの下の方。 なんですね、上の S が U より小さくて U が V より小さかったら、これから先ほどの推移率で S は V より小さいということが言えますね。だからここからここは S は V。で、下の方の式から S が T より小さくて、で、T が V より小さかったら。で、この式でこの式が成り立って、ここに成り立ってこれやっぱり S が V より小さいということが言えることがわかります。で、これはですね、 あの、関数で、あの、その合成で考えると、先ほどの、あの、あの、二つ上と下に分かれたやつは、これは、あの、上の方は、あの、F コンポジット G、F と G を合成したもの、下の方は G と H を合成したものになって、これはいずれもですね、真ん中の、S、F と G と H を合成したものに等しくなるという関係が分かりますので、 だから、このカテゴリーとしては、カテゴリーも同じように反射力とスギあの合成の結合性ってそれを満たすものなんですけども、このプリオーダーはそのままカテゴリーを定義するってことがわかります。で、ここではちょっと注意しなきゃいけないのは、この言語のカテゴリー、プリオーダーカテゴリーって言いますけれども、二つの異なるオブジェクト間の差はただ、 ただ人は存在するか、あるいは全く存在しないかのいずれかです。だって部分文字いとして完全に含まれるかどうか。含まれればイエス。含まれなければあのノーですんであので、それ以外存在しないんですよね。で、もう一つは、この言語のカテゴリーであるは、ある言語が文字表現を持つ限り、日本語、英語だろうが、ドイツ語だろうが、ロシア語だろうが、 俺は言語の、要するに、あの、語の後ろにどん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 、あの、語じゃないけど、表現の後ろにどんどん表現が積み重なっていくっていうのは、すべての言語に共通な性質ですね。で、そういう性質を、その、プリオーダーとして捉えることができる。と同時に、このプリオーダーって捉えるってことは、あの、言語の文法とかそれとは全く関係なくしに、どんな言語であっても、 この関係は成り立つといで、ここから先なんですけれども、表現 S の意味をカテゴリー L の中の S から T な、S から始まって T に至る者全体の集合。で、これはどういう意味かっていうと、ファースっていうあの言語学者はこういう言い方をし言います。我々はある語は、それが引きずれてる仲間たちによって知ることができる。 で、こうした意味の、要するに、ある語の意味っていうのは、それがつながっている仲間たちを全体を見ればわかるって話ですね。で、こうした意味の理解をベースとして、ある表現 S の意味は、それが引き連れている仲間たち全体の集合で考えることにします。S の仲間たちっていうのは、S から T になる者が存在する表現 T。これがたくさん無数に存在するはずですね。 で、それらの全体を考える。意味はそれらの全体をだというふうに考えるということは、S から T になるし、全体の指標を考えるということは同じです。これは、あの、今回やっていくその意味の捉え方の一つの特徴ですね。S から S の意味ってのは S とつながっているものを順番に全部集めた。それを S あの意味としようということですね。 で意味のカテゴリーはコープレシークっていうんですけれども、セット、あの、これ読み方、あの、今回はセット L っていうふうに読もうと思ってます。セット L っていうのは本当はセ,セットの L 乗なんですが、これは全然 L 乗って意味じゃないんですね。セット L と全く逆に L とセット、L からセットへの、あの、者が存在するって意味なんで、 あのー、紛らわしい、セット L って読むと、向きが逆になっちゃうんですけどまあ、あの、まあ、読み方はどっちかに統一しようと思って、このセット L って読もうというふうに思ってます。で、カテゴリー L 内の S から T へ向かう者を LST と表します。また、LS、ブランクで、S の実を表現している S のすべての仲間たちへの者全体の集合を表すことにします。 このブランクが、まあ、あの、意味があって、これは何でもいいんです。S, S から始まって、この、写が存在するもの全てを、このブランクで表している。だからこの L、S コンマブランクっていうのは、このブランクの働きで、ブランクの意味で、こういう写像全体の集合を表しているっていうことですね。 で、S が L のオブジェクトであるとき、その対応する意味のカテゴリーを構成したオブジェクトは、この社全体の集合。先ほど言った、あの、ある S、表現 S の意味っていうのは S から繋がってる仲間たちの全体。ということは、S からそこに至る者を持つ、あの、すべてのもの。で、それはカテゴリー L から、 集合のカテゴリーセットへのファンクターを考えるということを同じことに、これをコープレシーフというふうに言います。で、カテゴリー論ではカテゴリー C から集合のカテゴリーセットに値を持つファンクターで構成されるカテゴリーをセット C で表し、最近も言いましたけど、セット C っては C からセットへの,あのファンクターですね。これは C 上のコープレシーフというふうに呼びます。 意味のカテゴリーは言語のカテゴリー L から集合のカテゴリーセットに値を持つファンクターで構成される L 上のコプレシーブ、セット L で表現されることになりますで。こういう感じですね。で、このセット L というのはどういう要素からできているかっていうと、これは例えば、あの、X の意味を表しているもの。これは L、X コンマ、プランクですね。 で、L, Z, コンマブランクというのは、Z の意味を表しているもの。Z を出発していて、全部つながる仲間たち。それが意味だということですね。同様に、L, A, コンマブランク。L, Y, コンマブランクもそれぞれ A の意味。Y の意味。で、すべての L のオブジェクト X について、L, X, コンマブランクなる。ファンクターの集まり。で、これをコープレシーフというふうに呼ぶんですね。 で、これが意味を表すカテゴリーということになります。これは前回話したことなんで,すで、言語のカテゴリーと意味のカテゴリーの対応は、ヨナダエンベディングというやつで与えられます。言語のカテゴリーをやると、意味のカテゴリー、セット L の対応は L のオブジェクト S に、セット L のオブジェクト S、S、L、S コマブラックを対応づける。こういう対応づけをヨナダエンベディングというふうに読みます。 で、まあ、レッドを例にとると、言語の中に、あの、レッドっていう表現があったとしたら、その意味は、あの、L、レッド、ブランク。まあ、レッドから始まるすべての、あの、これはどんどん繋がって、どんどん長くなっていくこともあるかもしれませんが、ブランクはそれを全部なめた。それがセットウェアルというあのコープレシーフの要素になります。もっと一般に、 こういう和体のあり当てですね。L からセット L に X に対して L、X、ブランク。これを対応づけるものをヨネダエンベディングと呼びます。これはヨネダさん、は日本の数学、ヨネダの坊先生って方がいらして、で、彼のヨネダレンマってのがあるんですから、そこから取られたもので。 これ最近面白いとこれあの、このエンベディング、よって書いてあるんで、ね、あの、片ひらがなの4を外念使ったりしてるんですね。これはユノディのよですね。で、これがユノダエンベディングです。L からセット L への、あの、これはあの、具体的に L の要素 X に対してセット L の要素である L、X、コマ、ブランクを対応付けこれのエンベディング、ヨネダエンベディングというふうに呼びます。